本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさあ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。愛犬と旅行へ行きたい、でもケージだと窮屈で揺れた時に体をぶつけそうでとても不安、そんな方におすすめな助手席、バックシートでもソフトクッション仕様で安心してペットと旅行旅ができるドライブ用ペットボックスを紹介します。開封の儀、こちらでございます。開けていきます。はい、はい、こちらでございます。紐、長さ調整もできます。ここも長さ調整ができます。こちらですね、かなり多分相当これ圧縮されておりますね。ピッチピチでございます。そこまで重くはないですね。はい、このような形でございます。どこでも快適クッション設計、こちらの商品、ソフトな乗り心地を体験できる犬用ドライブボックスです。滑り止めの底により、長時間の旅行でもペットも安心できます。こちらの小型犬用ドライブボックスは、体重13キロまでのワンちゃんに対応、ほとんどの自動車、前部座席や後部座席に簡単に取り付けが可能、高密度なクッション素材、大型収納ポケットとウォーターカップ、取り付け方法について、商品はこのように圧縮して届きますので、受け取り後形状を戻すため4から8時間放置が必要です。取り付けは車のシートベルトを背中にストラップを通して固定、ヘッドレストはストラップの長さに調整が可能です。最後にシートベルト用のバックルに金具を差し込み完成です。ちなみにペットの首輪をセーフティーリードというものが搭載してますので、こちらをつけることによってペットの飛び出しを防止してくれます。お手入れ簡単、こちらのドライブボックスは洗濯機で洗うことができます。ジッパーを開け、簡単にクッション素材を取り出して洗うことができます。こちらのペットドライブボックス、いかがだったでしょうか。長時間の移動だと車が揺れた時に体をぶつけそうで不安、そしてケージだと狭そう、そんな不安を解消できる助手席、バックシートに取り付け可能、とても柔らかいソフトクッションなので、安心してペットと旅行が楽しめるドライブ用ペットボックスです。車に備え付けておくのもよし、自宅、屋外、キャンプをする際のテントでの使用時、様々な場面で利用することができます。こちらの商品興味が出てきましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。本番いきます。よー、待て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 、前後出すってもうケージだと。